苔玉を取り入れたインテリア。苔玉とは、植物の根を用土で球状に包み、その周りに苔植物を貼り付け糸で固定したものであり、インテリアの一部などとして飾られる。苔玉、総玉とも。苔玉に用いられる苔の一つ、砂苔苔玉は、盆栽で用いられる手法である、根洗いという手法を応用して製作される。根洗いとは、鉢の中に根を隙間なく貼らせ、 鉢なしでも崩れないようにする手法であるが、土の外側に糸で苔を巻き付けることで、簡易的に鉢いらずの苔玉を作ることができる。出来上がった苔玉は、器や皿の上などに置かれ、飾り付けられる。雑貨店などでも取り扱われていることがある。苔玉に用いられる苔には、荒柱が苔などの白髪苔類や、砂苔、灰苔,苔などがある。 苔玉を初めて世に送り出した第一人者は、海地君主と言われ2002年以前より苔玉を作成していた。苔盆栽では30年以上の熟練者と言われている。現在も、精力的に県外へ足を運び苔玉教室を開催。参考サイト。2014年9月13日より、ラシック福岡天神内プランツプランツらのオープニングで3日間実演販売を行っていた。 ありがとうございます。